久保さん。今回、あの、U ターンラッシュに、規制の U ターンラッシュとかにしておきましょうか。なんか40キロとかね。なんか、ま、今回は、その、2年前、コロナがバーって出た時と比べて、まあ、なんだ、ま、今また出てきてますけど、ま、だいぶ規制された方が多いんじゃないかな、というところで、まあ、その、渋滞ラッシュですよね。うん、なんか、やってましたけど、 うーんなんか分かってるけど、分かってるけど、あれじゃないですか。まあ、久保さんって多分ね、あの、近いですよね、実家。<laughs> 別にお正月じゃなくても、今日でもすぐね、あの一緒にご飯食えるとか、多分そうだと思うんですけど <laughs>。なんかあの、僕いつ,いつも一般、一般の人というかね、まあ普通、普通の人は、なんか気の毒だなと思うのが、なんか、まあ、なんだろうな、 まあその日しかね、まあ、まあ会社勤めしてると会社が決めた休みしかないんでまあそこで動くしかないんですよね要は自分の人生の休みが会社に決められてるんですよもちろん有給休暇ある取れるところもあると思いますけどまあそうは言っても有給休暇10日とかじゃないですか20日ぐらいですかまあだから自分の人生って会社が自分の自由な時間を決めるのって 決めてないんですよね。会社がここ休みだよと決めてるのでほんとねあの会社勤めしてると僕はうーん本当の自由っていうか自分で時間を決めていくっていうことはできないのでまあなかなか難しいんじゃないかなと思うんですよねでまあ独立して僕5年経ちますけどやっぱ昔僕も会社まあ会社でこうやってたんだと思うんですけど やっぱね、まあ僕の場合はとちょっと特殊でね、まあ会社に泊まり込みしてたんで、あれなんですけど、あの、ほんとね、平日動けるのがすげえいいんですよ。ほんと安いし、まあホテルとかも平日の方が安いし、うーん、だから最近ね、もう2年ぐらいセミナーやってなくて、なんかセミナーやんなくてよかった、よ,よくなったなと思うのが、<laughs> やっぱど、あの、セミナーやると、やっぱその皆さんのお休みに合わせ、 る傾向があるわけでですやっぱり、まあ、来てもらいたいたんででそうすると土日会場を抑えないといけない土日移動しないといけないこれねめんどくさいんですよね人いっぱいいるからでも2年セミナーやんなくても何とかやってるんでビジネス <laughs> まあセミナーやんなくてもなんとかなるなみたいな <laughs> 昔はねセミナー私塾でしたけどねもうセミナーやんなくても飯食ってきますよ、はい行ってらっしゃい